どうしようこれ。セミと一夜を共にしてみた。はい、どうも皆さんこんにちは、虫もどきです。今日はね、キャンプに来てたんですよ。キャンプに来てたんですけどね、今寝ようと思ってテントの中にね、ここ前室って言って、あの荷物とかね置いとけるちょっとしたスペースがあるんですけれども、ここにね、あの荷物をね置きに来たら、なんと見てくださいこれ、私のねテントの中でセミが羽化してました。これはね、さすがに私も初めてですよ。衝撃ですね。これアブラゼミだと思うんですけど、結構小さいですね。小さめのアブラゼミですね。どうしようこれ。明日起きた時耳元で泣かれたら困りますね。でもね、羽化したばっかりでね、多分体がね柔らかいと思うので、私がね触って逃がすわけにもいかないので、とりあえず今日はねこのまま眠ることにします。またね明日の朝いれば動画にしたいと思いますね。それではおやすみなさい。これがねさっきのセミなんですけど、今ね寝ようと思ってテントに入ったんですね。そしたらなんとね、見てください、もう一匹いました。どっちもアブラゼミですね。まだちょっと色が薄いですけど、いやテントに2匹もセミが羽化しに行きますかね。どうやって登ってきたんだろう、びっくりだわ。おはようございます。アブラゼミがねここに1匹と、そこのね私の靴の上に1匹止まってますね。2匹とも無事に成虫になれたようです。じゃあね、このまま逃がしてあげましょう。ここにいられるとちょっと困るので、アリがすごいですね、ここは。おっと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 、どこ行ったかな、飛んでいったかな。虫もどきチャンネル。